南砺市本町に明日オープンする越中稲見町屋旅館コカリアンは、昭和初期に建てられた木造2階建ての酒屋を改装した懐かしい佇まいの温泉旅館です。随所に南砺らしさを打ち出し、6つの客室と貸し切り風呂、宿泊者専用の場合には全国的に知名度があった合併前の旧8町村の名前が付けられています。また古い柱や中庭を残し、蔵を活用してバーにするなど、こだわりの作りとなっています。この古い建物をありのままこう残したいというところ、しかしやはりそのお客様にとって、宿泊されるお客様にとって利便性のある建物、この辺のこう2つですね、2点かなりここは難しかったです。内覧会には空き家だった頃を知る地元住民も訪れ、美しく蘇った姿に驚いていました。やっぱり嬉しいですね。たくさんいらっしゃってくだされば日本遺産にもなったんで、はい、少しずつね、お客様少し少しずつ、増えていくと思ってます。完成度の高いサービスを、心がけて、繁忙期、迎える繁忙期に臨みたいと思っております。